RE バイブに書いて。あ、食った。よっしゃ。おい、丸飲みです。でかい。ほら、ナイスサイズだ。今もうね、直接もう明暗に量を入れたりしてるんですよ。本当はこんなことしないんですけど、もうそうしないとね、もう全然ちょっと。よっしゃ。おい、おしゃ。慎重に慎重に、がっぷりいってるよ。丸飲みです。でかい。ほら、ナイスサイズだ。丸飲みです。さあ、どのくらいあるかお見せしましょうか。こんなに大きいです魚綺麗ですよ、すごい。コンディションも悪くない。ただこの城じゃないですね、やっぱりこう稲子食ってる体ですねこのね、潮も小さくてまあ本当みんなから多分今日は釣れないだろうって言われる中のこの80代なんでね、まあちょっと嬉しい一本。まあルアーの勝利ですよ。やっぱり目指したね、完璧なアクションが出てることでしょうね。丸もみちゃんです。尻尾もね、すごい綺麗ですね、この魚ね。こういうのは多分ね、大きくなる魚ですね、これ。Thank you. えい。これがまあ、新しい、箕面なんですけども、まあ簡単にね、あのコンセプトの方をちょっとこう説明したいと思います。まあ基本的に狙ったのは流れにシンクロさせる、そして流れを受けた時にまあ揺らぎを表現するような、そういったイメージで作りました。で、シンキングタイプの箕面なんですけども、このリップをね見てもらったら分かると思うんですが、シャロータイプのリップがついてます。シンキングなのにシャロータイプのリップがついてるということは、巻いてもそれ以上の深度はルアーは潜らないということになります。で、ちょっとねこう出っ張った顎みたいな感じになっている部分があるんですけども、こういうのがあることによって泳ぎも安定するし、その揺らぎのようなねアクションを出すということは逆にね、
早巻きをしてしまうとルアーがひっくり返ってしまうという弱点が、ほぼ出てきます。それを、解決するために本当に時間がかかりました。もう何ヶ月もいくつものプロトを導入していろんなテストをした結果、最後ね、この顎の下にこうスタビライザーみたいなのがこうちょっとついてるんですけど、これをつけることによって、流れの速いエリアで使ってもルアーが飛び出さない、ひっくり返らないっていうところにやっと行き着きました。まあ、開発スタートから、発売までもう1年半 もっとかなかかってる、非常に時間のかかったルアーです。流れの速い、川でも、流れの緩やかな干潟でも、そのアクションというのは常に、しっかりと泳いでくれるというのが出来上がりました。まあ、あのここに至るまでの本当に苦労はですね、一言では語れないんですけども、まあ、本当に自信作のミノーができましたので、ぜひですね、皆さんのエリアで試してもらいたいと思います。